殺させの誓い。酒場どうだ。興行収入125億円突破、大人気シリーズ流浪に剣心ついに完結。お主、お前を止めねばならぬ。流浪に剣心最終章、ザ・ファイナル・ザ・ビギニング。感動のアクション超大作に三度挑んだ俳優佐藤健。佐藤が立ち向かい続けた数々の激闘、その舞台裏は想像を超える過酷な撮影の連続だった。佐藤健が挑んだ剣心への旅路が今明かされる。2018年9月、東宝スタジオの稽古場に佐藤健の姿があった。はい、はい、はい、いいね、はい。流浪に剣心最終章、はい、ザ・ファイナルの撮影を約1ヶ月後に控え、アクション練習の真っ最中、約5年ぶりに日村剣心を演じることになった佐藤。アクション練習を通じて徐々に体の奥底に眠る剣心の記憶を蘇らせようとしていた。僕もこう30歳になるんですけど、新しい時代に自分もこう突入していくし、で、まあ、平成が終わってってことで新時代っていうのは一つのテーマだったんですね。演じている剣心も新しい時代を作るために生きていくっていうことで、なんか共通するものは感じてました。最新作に至るまで佐藤健が剣心と歩んだ激闘の日々、ここから10章に及び、その戦いの軌跡を紹介する。始まりは約10年前、真夏の滋賀に遡る。2011年8月2日、映画「流浪に剣心」撮影初日。オートマ組映画流浪に剣心、これよりクランクインします。皆様よろしくお願いします。我々主人公、木村剣心役の佐藤健さんです。よろしくお願いします。主人公、木村剣心を演じた佐藤健、当時22歳。もちろんすごくびっくりしましたし、でもやっぱり興奮しました。全くこう自分が剣心をやるなんて頭にないじゃないですか。最初はものすごくびっくりしましたけど、だんだん実感が湧いてきて、そのことにすごく興奮しましたね。人斬り抜刀斎最後の戦いとなった賭博伏見の戦いから撮影はスタート。まあ、みんなざっと残っていく。さっきまで戦ったやつら打ち組まって泣いたりして、それを見ながら来たか来たかと。新しい時代が、いよいよ佐藤の剣心への道が幕を開ける。パート1冒頭で描かれる賭博伏見の戦い。流浪に剣心の代名詞となるスピード感あふれる斬新なアクションによって、公開当時の観客を熱狂させた伝説のオープニング。クランクイン前日、本番を翌日に控え現場を訪れた佐藤。お願いします。まあ、最後はあれです、つなぎです。次行こう、次。アクションの流れを現場でチェックし、実際の現場の状況に即して微調整を行っていく。投げました、回りました、取りました、切りました、いや飛びました、足挟んだ、背中に切ったら、剣心について言うと、まあ、最初縦のアクションからこう始めて、どっちかというと僕はその抜刀斎の時の割と凶暴な剣心の方から入っていったんですね。縦の練習を始めたりしたのが5月か6月ぐらいだったから、結構なもんですね。結構なもんですね。2ヶ月に及んだ準備を経て、いよいよ迎えた撮影初日。頑張って最後まで続けてね。最後まで。最後まで続けてください。
このシーンではアクションスタッフ、エキストラ合わせて100名近い出演者が参加。ファーストカットから現場は異様な高揚感に包まれる。まさに戦場と化した撮影現場で、いよいよ佐藤のアクションシーンの撮影が開始。ちょっと押したぐらい。いや、声かかってる。で、ちょっと曲がってこう。常に危険と隣り合わせのアクション撮影は、小さなタイミングのズレが大きな事故につながりかねない。何度も繰り返し息を合わせていく。そしていよいよ本番。はい、本番開始。本番。よーい、そもそもこうルローニケンシンを実写化すると聞いて、アニメってもう超人を描けてもそれを実写でどうするんだっていう思いがまずあって、本当にそこは不安だったんですけど、でもアクション部の方たちがイメージ映像を作ってくださって、それを見せてもらったんですけど、その時に結構これだったらいけるんじゃないかと思って、でそれからまあ、じゃあ練習しようってなって、もう目指すべきものはある程度見えたので、クランクインの前にはそういった意味での不安は取り拭うことができたんですよ。カット、カット、はい、カット。ここで監督と共にモニターチェック。こういうところ印象的にスッと使うんだ、うん、こういうところだな、うん、すごいすごい、この辺がね、この辺かっこいいよ。やってるか、うわっすげえ、うん、最後の一手二手終わってところから次の芝居始める。この瞬間、生身の日村健信が産声を上げた。とりあえず出だしは好調かなと思います。このまま、ちょっとまだ分かんないですけど、このままね、いいスタートは切れたかなと思います。その後も多くのカットを積み重ね、撮影を進めていく。そこにはタイミングが合うまで何度も繰り返す佐藤の姿が。一切妥協のないカットの積み重ねによって、少しずつ剣心に肉体が宿っていく。カット、オッケー。はい、では皆さん本日以上となります。お疲れ様です。佐藤と剣心との旅路はまだ始まったばかりだ。